新世界フードは21日、2018ぴょんちゃん五輪のケータリングに携わった協力者やアルバイト約300人を招待し、激励や感謝の意を伝えたことを明らかにした。去る20日に開かれた行事にはぴょんちゃんオリンピック期間中、1週間以上現場で勤務した運営人力約300人が出席した。 チェソンジェシン世界フード取締役は、この場が、ぴょんちゃんオリンピック成功において努力してくれた皆さんの献身に、少しでも依頼ら,られる席になることを願うと伝えた。